というわけでね、どうもベンタですね、スペイン二郎です、何今日はね、カラオケでね、対決するよ。カラオケ対決だ、第1回カラオケ対決。カラオケってそう、みんなも知ってるよね。どっちがうまいかな。ジョジュのベッドライをやります。よし、裏切っていくぞ。じゃあちょっと友人に行きますか。わかりました。はい、してください。みんな俺が勝つって。俺が勝つってじゃん。まあまあまあ、まあ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 。ちょっとエスカレーター。それは勝負はカラオケで。エスカレーション。ないよ。ないよ。だって俺の勝つって分かってる。見て見て。こちら昔リュウジのお世話になったらしい。カラオケで僕。懐かしい。メイクとかしました。こちらですね。この奥に用意してますんで、あそこでなんかこれらありましたら来ていただいて。よどめちゃん、俺98点、バル君85点。おいおい予想はいいからさ、やんないと分かんないから。とりあえずもうこれ0点じゃないかこれ。いっぱい貼ってあるじゃん。ありがとうございました。ついこの間終わってる。ちょっと待って、平成18年って来年だよ。平成18年、来年閉まる。来年閉まります。ちょっと、来年って今今年何年。これ17年ですかね。違いますね、18年ですよね。何言ってんのこれ。台無しじゃねえかこの野郎。つい先日閉まってました。はい、どうしよう。どうしようもなくねえか、俺。よし、これは決着は次週かな、みたいな。え？下探せな、見せなよ。じゃあ来週。来週。この二人の勝負の結末が明らかになります。ここがビトレイでした。何言ってんの？裏切りだね。はい、負けた方罰ゲームなんで。はい。頑張ってください。おもろいさん。ビエルジェルでした。じゃんじゃんじゃん。ルル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